天寧駅は、かつて、北海道釧路市海塚町にあった日本、国有鉄道根室本線の貨物駅である。国鉄の鉄道貨物輸送縮小計画によって1984年に廃止された。1977年の根室本線、天寧駅周囲 1.2km 範囲。左下の釧路川橋梁から、右中央の東釧路駅構内へ、根室本線。 写真右上方から左下方へ、本線に対して、接線状に敷かれているのが、天寧の貨物線。写真中央の接点の川側に赤い屋根の小さな家屋が、天寧駅駅舎、北側のかまぼこ屋根の農協倉庫が取り巻いて、建てられているところが、駅構内で、その北の緑の大きな屋根を持つ、北海西館釧路工場あたりまでが東貨物線。そこから道路を横切って、 太平洋炭鉱関連工場の専用線が伸びて、板が撤去されている。貨物船は、南は、日東化学工業の工場特殊路木材倉庫の倉庫群を過ぎて、根室本線釧路川橋梁手前の橋家を製造していた、天寧造船所近くまで敷かれていたが、すでに末端は撤去されて草むしている。出店。 国土交通省国土地理委員地図空中写真閲覧サービス庁 7746C16 から10をとに作成。当駅の設置については不明な点が多いため関連があると思われる事象についてもべる。当駅周辺は古くから釧路港へ停泊した船へ橋けずみするため釧路川上流から流走してきた木材を一旦貯留する貯木場として利用されてきた。 この貯木場は民間の釧路木材倉庫により所有運営されていて、1921年頃には当該車用の専用線が計画された。また同時に、この分岐点である後の別歩信号場にあたる位置に、当時の地図によれば、すでに駅も計画されて、天寧貨物停車場予定地となっていた。1922年に、 上機専用線が、不設1923年9月1日関東、大震災発生。同22日に復興資源に対する臨時物資供給令が交付。同25日天寧駅を開設。遅れること1年半後の1925年に、太平洋炭鉱串路臨海鉄道の接続に、伴い別歩信号場が設置され、1928年に、 東釧路駅になったが、1940年まで、当駅との貨物車両のやり取りは、釧路駅との間で行われており、それまでは直接の関係はなかった。昭和初期になると、南の材木町へ、貯木場が広がるとともに延伸。1940年に当駅との貨物営業が、釧路駅から東釧路駅に切り替わった。昭和3年版線路一覧略図からの抜粋。 配線略図中の黒丸は、駅舎位置を示す。別歩信号場からではなく、本線から直接分岐。図中、分岐点 313.09km は、別歩信号場の構内中央から約 700m、釧路駅構内中央から約 2.2km の地点で、後年のスイッチバック点に相当する。ありがとうございます。